で、それ見た瞬間、うわっ！って奥さんもう驚愕したっていうんですよね。はい、それもう幽霊が怖かったってわけじゃなくて、はぁ、うわーっと思ってもう転げるように家を出て。どうも、島田秀平です。始まりました、島田秀平の御階段巡り。皆さん今回も見ていただきましてありがとうございます。チャンネルですね、メンバーシップの方もあります。そしてですね、皆さんよかったらですね、チャンネル登録、そして、グッドボタン、あとねコメントの方もよろしくお願いいたします。さあ今回ですね、初耳階段の方ではね、もうショートの方でもねたくさんお世話になってるんですけども、はい、もうスリラーナイトの方で今もうね舞台に立たれて階段も披露されているそういう方来ていただきました。階段師の宮代明さんです。お願いいたします。宮代明と申します。どうぞよろしくお願いいたします。お願いいたします。お願いいたします。初めましてですよね。はい、初めまして。初耳階段ではこうスタジオの方でね、はい、拝見させていただいて、はい、まあ、お上手だなーなんて思ってたんですけども。 ありがとうございます。はい、そしてスリラーナイトの方でも歌舞伎頂点ですか。はい、そうです。2月から所属させていただきまして、 YouTube チャンネルも、はい、今日解説。そうなんです。はい、おめでとうございます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。今後は、まあ、週1本ぐらいはもう上げていこうということで、はい、毎週金曜日19時に公開予定ということなんですね。そうです。はい、階段何本ぐらいお持ちなんですか。100本ぐらいなんですかね、お話的には。もうどん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 ね、チャンネルね、これ動画階段が上がってきますからね。はい、ぜひ皆さん今のうちにですね概要欄貼っときますので、チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いいたします。お願いいたします。何がすごいってね、宮代さん、はい、40歳超えてね、怪談師としてデビューされたっていう、はい、結構遅咲きですよね。子供が、まあ、成長して落ち着いた頃に始めさせていただきました。はい、お父さん急に怪談師になったのとか言われました。言われましたね。家族会議とかあったんですか。家族会議はないんですけども、ざわっとしましたね。ざわっとしますよね。はい、急にお父さん怪談師になるって、はい、子供からしてもそんな経験しないでしょうからね。はい、そうですね。きっかけあったんですか。きっかけはもともと階段は好きで、はい、やりたいなみたいな雰囲気はあったんですけども、ちょうど階段最強戦っていうものがありまして、ええ、そこにちょっと参加してみようということで、うん、まあ、それからやらせていただいてますね。霊感とか終わりなんですか。はい、ないんですよ。はい、でも取材してっていう、はい、ツイッターとかで2000円のご飯ご馳走するんでちょっと怖い話聞かせてくださいやってなんとかもう。どんな今日は怪談話を。今日ちょっと嫌な話させていただいていいですかね。はい、はい、僕のゲーム仲間に吉田君ってやつがいるんですけどね、彼から聞いた話なんですけども、吉田君30代後半で、まあ、気さくなやつなんですね。はい、でリフォーム会社の営業をなさってて、ある日ご依頼があった。その内容っていうのが、10年間全く使っていない一軒家をきれいにしたい、そんな依頼だったんですよね。うん、はい、で早速現地に行って、奥さん迎えてくれましてね、あどうもって入ったら、まあ確かに10年分の埃は積もってるんですけども、まあ、これリフォームじゃなくてクリーニングでいけんじゃないっていう感じだったんです。うんうん、特にリフォームする必要もないんじゃないか。でもまあ営業ですからね、まあ、壁紙変えるだけで綺麗になりますよなんて言いながら、そのリビングに入ったんですけども、入った瞬間思わず声が出たっていうんですよね。はい、というのも、そのリビングのフローリングに明らかに人がこう亡くなって、ね、もう自然とこう溶けていったような跡があるんです。はい、で思わずね、奥さんこれ何ですか聞いてみた奥さんがすごい恥ずかしそうに、あ実はね10年前に息子が孤独死しましてとおっしゃるんですよね。はい、で息子さんが孤独死ってなんか思いがけない言葉な、はい、まあね、年配の方がとかっていうイメージありますけど、はい、息子さんってちょっと意外な感じがします。はい、意外で、で戸惑ってたその表情を見てから奥さん話してくれたんですけども、約10年前の話で、当時その家は3人暮らしだったんですよね。はい、で旦那さんはもうすでに亡くなられてたんですけども、息子さん娘さん奥さんいらっしゃって、で当時20歳の息子さんが突然
家庭内暴力 DV を始めた。これ本当突然だったらしいんですけども、はい、もう殴る蹴るがもうひどくて、で最初お姉ちゃん女の子の方が家飛び出したんですよ。で奥さんと二人きりになるんですけども、もうひどすぎて奥さんも実家に帰られたんですよ。で自動的に家に息子さん一人になって、もともとちょっと外に出るタイプの方じゃなかったそうなんですけども、半年経ってから警察から電話があったんです、はい、でまあ近所からね苦情とかあったんだと思うんですけども、半年ぶりに会う息子さん床でズブズブに腐ってたって言うんですよね。で奥さんが、いやこの傷もね息子にやられましてねって、ここに一本くっきり傷あるんですよ、はい、それ聞いて、まあ、凄まじい話ですから、ああ分かりました、じゃあこの床もきれいにやらせていただきますって言うと、奥さんが、いやいいの、これこのままにしてちょうだいって言うんですね。え他の業者頼むんですかって聞いても、あいいのいいの、これはこのままがいいの、わけが分かんないですよね、うん、いやむしろこれリフォームのメインこれだろうと思うんですけども、そうですよね、はい、ただ強く言われちゃって、まあね、言い返せなかった。ただなんでこれをこのままにするかっていうのは、もうその後会話をしてて分かったっていうんですよね、はい、一つ質問したんですよ。奥さんこの家なんで10年間全く使わなかったんですかって聞くと、いやねつい最近になってやっと出なくなったのよねって言うんですよね。で奥さんの話なんですけども、10年前ね本当この家リフォームする予定だったんです、はい、で息子さんの葬儀が終わって、でちょっと片付けようと思って家の中に入ったら声がするっていうんですよね。でリビングなんですけど振ってみると、あのシミの上に息子さんが立っていて、うつむきになって、ごめんなごめんなって言うらしいんですよ、はい、でそれ見た瞬間うわっ、奥さんもう驚愕したっていうんですよね、はい、それもう幽霊が怖かったってわけじゃなくて、あの DV がフラッシュバックしちゃって、はうわーと思ってもう転げるように家を出て、で何だったんだろうと思ったそうなんですけども、そこから定期的にこの家確認しに来るんです。ただもう通えど通えどリビングのシミの上に息子さんが立ってる。でも10年ぐらい経ってなぜだか最近になって見なくなったっていうんです。あの子もしかすると成仏したのかもしれないよねと奥さんねすごい穏やかそうに言うんですけど、はい、この話をしてる間奥さんずっと息子さんのシミを足で踏んづけてるんですよ。それ見て思ったんですよ。あまだ許せてないんだな、うんうん、これこのままにするのもおそらく今後ずっととこれ踏んでいきたいんだなってそう理解した。10年間ずっとね奥さんフラッシュバックしながら息子さんと会ってたわけなんですけども、どんな顔して息子さん見てたのかなって思う、そんな話を聞かせていただきました。ありがとうございます。いやー一概にねこの話を聞いて、うん、そのお母様ひどいなって言えない話ですよね、うん、やっぱりこの DV の壮絶な体験がもうね家族がもうバラバラになってっていう、まあでも息子うーんなんか本当にこういろんな感情があってのことなんでしょうけどもね、何なんでしょうね、その僕は聞いてて思ったのがそのねこの傷もそうなんですよっていうとても辛いはずのね経験を何かこう笑顔で言ってたっていうのも何かどういう感情なんだろうかって考えちゃいますよね、うん、ずっと穏やかな方らしいですね。その踏んづけてる時のギャップがもうちょっと怖かったっておっしゃってましたね。何なんでしょうね、うん、まあとはいえ愛する息子のそういった面影を忘れたくないとかなんかねそういうこともあるのかもしれませんけど、でもなぜ10年経って姿を現さなくなったんでしょうね。これはねまあいろんな方にご感想はいただいたことがあるんですけども、どんな話感想ありました？一つあこれかなと思ったのは
もう10年間会うともう慣れてくると、うん、で慣れていくとその自分の気持ちっていうのがだんだんと優位に立っていくっていうか、うん、最初はすっごい怖かったけどもだんだんとこう慣れるとねこう並んでそんな怖くないと思った時にもう見えなくなったんじゃないか、うん、むしろ意識をしなくなったんじゃないかって、まあ、そういうお話を聞いて納得はしたことありますけど、まあでもごめんな、うん、ごめんなってまあ悔やんでいるわけですよね、うん、きっと孤独死っていう最後とてもこうね、寂しい中亡くなっていく時にやっぱりこう家族に対してそんなことをしてしまった、うん、それもなんか突然暴力を始めたっていうのも何だったんですかね。いや何だったんですかね、うん、これもすごい不思議で、うん、でもまあ凄まじかったらしいですね。あの一箇所壁に穴が開いてるんですよね。でそれが本当に拳がズボーって突き刺さったらしくて、でまあ後で写真とかあるんで、いやいやいや、はい、大丈夫です。あ大丈夫です。すみません。本当に出すつもりだったんですけど、はい、はい、すみません。写真大丈夫です。あ大丈夫、はい、失礼いたしました。大丈夫です本当に。すみません本当に。でもあれです、やっぱり語り口、ちょっとあの、はい、ロックさん。を彷彿させるような、あ本当ですか、これこう話し始めた瞬間にこう入り込んで、はい、気持ち悪い顔されてましたね途中。あ本当ですか、あいやそれはいい意味で、もちろんもちろんいい意味で、はい、いい意味ですんごい気持ち悪かったです。ありがとうございます、はい、宮代さんですね、 YouTube チャンネルも開設されましたんでね、概要欄貼っておきます。ぜひ皆さんチャンネル登録グッドボタン今のうちにですねよろしくお願いいたします。お願いいたします。来週金曜日19時、はいはい、配信予定ですからねお願いいたします。お願いします。いやちょっとね本当になんかお上手ですね。本当ですか、はい、ありがとうございます、嬉しいです。またぜひお願いいたします。ぜひお願いします。というわけで、今日はですねゲスト怪談師の宮代明さんでした。ありがとうございます。ありがとうございました。今スリラーナイトの方とかもだってねお客さんの前でもう毎晩毎晩ってね、はい、こう朝方までってすごい大変じゃないですか。そうですね、今勉強させていただいてまして、あのもう村上ロックさんと井山さんとあの鈴作さん先輩いらっしゃいますので、天体しかいないですね本当に。改めて、あそうですね、素晴らしい方たちですけども、ちょっと言いづらいですけども、はい、ロックさんも面白いしね、で井山さんなんかもう雑談が全部怪談だしね。そうなんです、もう怪談マニアですからね。鈴作さんもね、はい、もうめちゃくちゃねたくさん話し合って、まあ、芸人さんですからもともとね、はい、はい、もう話お上手ですけども、うん、じゃ皆さんからいろんな教えなんかもあって、そうですね、兄さんから教えていただいてます。ロック兄さんになるわけですよね。そうです。どうなんですかロックさんって、そういう裏側というか面倒見とかいいんですか。めちゃくちゃ優しいですよ。へもうあもうロックさんだけじゃなくて井山さんも鈴作さんももうなんかいろいろ本当に一つずつなんていうかなんですかね、もう最近聞いたのはこうねスリラーナイトってちょっとしたあのギミックみたいなのもあるんですけども、はい、あのちゃんとギミックがある時にそこにいるお客さん見なさいよとか、なんかそういう教えとか、あと僕すごいもう平場っていうんですか、あのこうトークが苦手なところはあったんですけども、そこであのこうしたらいいよああしたらいいよっていうことを教えてもらってます。ロックさんの平場のトークってあのそれ参考になります。あの人もあの階段何周もしすぎててできるだけ階段話したくないみたいな、はい、今そういう時期入ってますもんね。まあボケませんあの人。そうボケますね、はい、楽屋でもそうだけど、はい、ずっとバケてますもんね。そうですね、はい、まあでもねやっぱりもう、はい、ああいった場所でね毎晩毎晩話されてっても皆さんも一流超一流の怪談師の方で、はい、話術えげつないですもんね。そうですね、ちょっとだからもう、ね、末席に加えさせていただいてドキドキしてますね。いやぜひ皆さんですね、はい、YouTube チャンネル今日解説です。皆さんねあの概要欄貼っておきますからねチェックの方、そしてスリラーナイトの方もですね、はい、宮代さんをね見にね足運んでいただきたいと思います。お願いいたします。お願いします。